ご激励をいただきました。コロナ禍での総裁選挙、いろいろ難しい選挙だけれど、党勢拡大のためにぜひ頑張ってくれと、しっかりやれと。岸田前政調会長は二階幹事長と会談し、幹事長らの役員任期を1期1年、連続3期までとすると訴えています。一方、下村政調会長は周辺に対して来週前半にも出馬会見をすると話しているということです。